我が輩からの提案だ。
っちゃあれってどう思う？それ気になってた。やばいよね。ほんとすごい。そういえば、答えろ。ねえねえ、信じらんない。
こんにちは。いろいろ見てってください。よし、帰るとするか。おう、帰ったか。今暇か？よし。ありがとうね。つまりテレビ番組を作るためにスポンサーを募るんです。番組合間の CM はご存知だと思いますが、
あれ、スポンサーの関連商品なんですね。まとめると、番組制作費を集めるため、局としては視聴率が大変重要なわけで。へえ。まあまあ。お昼にドラマの再放送が続いたり、夜は美人の女子アナさんが出る報道番組が流れたり、つまり編成部というのは何時にどの番組を放送するかを決めるところで、番組の編成を決める場所ということになりますかね。そのまんまやな。まあそうとも言うけどさ、収録された映像は見せ場だけ切り取って放送時間の枠に収められるわけです。映像を番組用に編集する場所が編集室ってことになります。おい、これいつまで続くんだ。つか、そろそろ限界。ぎょ、一体何なの。うるさくて仕方ないよ。おい、おっさん。すみません、すぐ撤収させますから。はい、次は現場体験です。くっそ、あのおっさん何様だよ。君テレビ出てみたくない。は？君スタイルすっげえいいからさ。いや、今見学中なんで。興味出たら連絡してよ。君の連絡なら昼夜問わず大歓迎だから。はあ、何が大歓迎だ。下心丸出しじゃねえか。どいつも外見ばっかで腐った大人しかいねえのかよ。心引っこ抜いてやろうか。クソ、でけえ声出すな。真面目な生徒のふりしに来たんだろうが。退屈なのはわかるけど、頼むから問題だけは起こさないでよ。じゃ、まあ亀足体験してもらうね。ああ、カメラアシスタントってこと。カメラを移動させるときにケーブルが絡まないようにさばいて。そこの金髪くんでいいや。元気有り余ってるみたいだし、寂しけりゃ隣の彼も。ほら、さっさとさばいて。くそ、最悪だよ。なあ、めんどくせえ。テンション下がるわ。あったまくんな。俺ら客だろ。なんで雑用やらされるわけ。全然すっきりしねえ。便所行ってもすっきりしねえぞ。これ声でかいから。まあ気持ちはわかるけど、お互い災難だったね。こんなのが明日もあんのかよ。サボるんじゃねえぞ、リュウジ。合ってるよ、いい子ちゃんだろ。怪盗団も楽じゃねえな。そういえば今日現地解散なんだって。日頃あんま来ない方向来たし、気晴らしにどっか寄って帰んない。我が輩、あそこがいいぜ。来るとき見えたでかいパンケーキみたいな場所、なんだか美味しそう。なんなんだあれ。ああ、ドームタウンか。丸いあれは野球場だな。あと周りは遊園地。ビル街の真ん中なのに結構ガチな絶叫マシーンとかあるよね。よし、挑戦だ。我が輩の男気見せてやる。別に絶叫マシーン乗れたからって男気感じないけどね。その前に猫乗れねえだろ。そうなの。カバンに閉じこもってりゃバレねえかもだが、絶対ゲロ酔いすんぜ。けど行ってみっか、ドームタウン。なんか行きたくなってきたわ。私もジェットコースターのお腹になった。我が輩、別にゲロ酔いマシーンじゃなくても。
失礼。その服、囚人の学生さんですよね。何？たまたま近くを通ったんで挨拶でもって。明日一緒に出演するから。なあ、僕明智五郎って言います。明智？出演？お前有名人なの？何回かテレビに出させてもらっただけだよ。あ、ごめん、本当に通りかかっただけなんだ。もう行かないと、明日の打ち合わせなんだ。これからケーキ食べに行くのかい？僕もお腹空いたよ。お昼食べ損ねてさ。あ、ケーキ？何の話だ？あれ、違ったかな。美味しそうなパンケーキとか聞こえたから。まあいいや、じゃあ明日スタジオで。あいつ、駆け出しの芸人かなんかだな。あの髪型変えねえと人気出なさそうじゃね。何も分かってない。まあいいや、どうせ明日すぐ会うんだしよ。行こうぜドームタウン。よし。なあ、ゲロ酔いマシンやめて、ケーキにしない？入られます。あいつ、昨日の CM 開けます。7、6、5秒前、4、3。さて、続きまして、今会いたい人のコーナーなんですが、前回の大好評を受けまして、本日も彼に来てもらってます。現役高校生探偵、明智五郎くんです。なん、明智くん、ごめんね、忙しいところ。しかしすごいね、人気。僕も驚いてます。ちょっと恥ずかしいですけど。何でも探偵として今気になっている事件があるとか。そうですね、まだらめ画伯のスキャンダルでしょうか。出た、怪盗騒動ね。明智くんも気になってたんだ。ズバリ聞いちゃうけどさ、正義の怪盗どう思う？本当に正義のヒーローならいてほしいですよ。夢があるし。へえ、頭っから否定じゃないんだ。これでも僕、サンタクロースとか実在したらいいのにって未だに時々考えますから。まあ本当の本当に実在したら住居侵入で逮捕ですけど。でも、もし仮に
本当にそんな怪盗がいるんだとしたら、僕は法で裁かれるべきだと思います。はっきり言うね。彼らのやってることは犯罪？ネットとかじゃ怪盗団がいなきゃ今でも悪事が続いてたっていう人もいるけど。斑目画伯のしたことは許されない罪です。でもそれを法律以外の尺度で勝手に裁くのはただの死刑。正義から一番遠い行いです。第一、人の心を無理やりねじ曲げるなんて人間が一番やっちゃいけないことですよ。なるほど、確かにね。自分から怪盗なんて名乗る連中だもんね。相変わらずすごいね。カリスマっていうか、なんか話に聞き入っちゃうよね。これで怪盗が本当は実在してなかったらお恥ずかしいですね。その時は顛末を高校生活最後の自由研究にでもまとめたいと思います。では明智くんと同世代の高校生たちにも怪盗について聞いてみましょう。まずは怪盗は実在すると思う方、お手元のスイッチをどうぞ。実在するに決まってんだろ。3割ちょっとくらいかな。明智くんどう？意外と多いですね。ちょっと驚きました。みんなは怪盗の行いについてどう思ってるのかな。それではこちらの学生さんに聞いてみましょうか。もし仮に怪盗がいるとして、彼らのことどう思いますか？言い切りますね。怪盗は法で裁かれるべきだと主張した明智君とは反対の意見だね。ええ、ここまではっきりと怪盗を肯定するのは興味深い。じゃあ彼にもう一つ聞いてみたいことがあるんですが、もし君の身近な人、例えば君の隣に座ってる友達、ある日突然彼らが心を変えられたらどうする？怪盗の仕業だとは考えない？こっちに投げ返すのか。それじゃあ僕の意見を言うよ。僕は実は彼らの行いの善悪よりもっと大きな問題がある気がするんです。ん？どういうことかな？人の心をどうやって変えたのかってことです。心を操作する、そんな力があるなら自白だけに使われるとは限らないですよ。もしかしたら僕らが普通の犯罪だと思ってることも、実はすでにそうやって起きてるのかもしれない。確かにその通りだ。いや、誤解しないでください。もしもそんな力を使える輩がいれば、そういう過程の話です。でも決して無視はできない。僕らの暮らしに対する脅威に他なりません。実はもう警察とも足並みを揃えていくつもりで動いてるんですけどね。あいつの言ってることちょっとそうかもって思っちゃった。俺らが悪党みたいな言い方しやがって、気に食わねえ。でも警察ってマジ？言わせておけばいいさ。正義かどうかは自分たちが決めることだ。てか悪い、ちょっとトイレ、すぐ戻っからここで待っててくれ。もう私先に行ってるからね。あ、君はさっきの。会えてよかった。お礼が言いたくてね。やっぱりアンチテーゼがなきゃアウフヘーベンは起こらない。ごめんごめん、君との議論がとても有意義だったってこと。あんなにはっきりと意見をぶつけてくれる人、僕の周りにはあまりいなくてね。大人たちは若者を利用するばかり、同年代は流されるまま肯定するだけ。君とはいい議論ができると思うんだ。またどこかで話せないかな。ありがとう、嬉しいよ。本当に囚人には面白い子が多いね。また会えるのを楽しみにしてるよ。それじゃあ。
か面倒なのに気に入られたもんだな。でもあいつから学べるものは多そうだ。よくも今日まで警察の包囲網をかいくぐってこれたものだわ。警察関係者の誰かと通じていたのかしら。一体どういうこと？我は汝、汝は我。汝、ここに新たなる契りを得たり。契りはすなわち囚われを破らんとする反逆の翼なり。我、正義のペルソナの生誕に祝福の風を得たり、自由へと至るさらなる力とならん。よし、悪い悪い。で、今の明智か？すかした面しやがって。一緒の空気吸うだけで気分最悪だぜ。さっさと行こうぜ。